ライト君って友達いるんですかね。悠仁様、側近が心配する進学先つくふでの語学留学ができるかな問題と、まあ、そういう記事が上がってましたけども、悠仁君って友達いるのかなってわけです。小学校ですね、お茶の水女子大学附属中央学校に2年生に進級なされた秋島宮家の長男悠仁君と、校内ではお友達からあまり遊びに誘われることがなく仲間外れに近い状態だと、学習院のように皇族方が入学する学校ではないということもあって、多くの保護者は母紀子さんや悠仁君と積極的に関わろうとしないという背景があるとのことと、それは筑波に入っても変わらなそうですけどね。もちろん紀子さんはそうした空気を敏感に感知され、自ら PTA の役員を買って出られるなど不審してこられたが、月日が経つにつれてこの問題はさらに大きくなっていったようなのだと。そんな状況に紀子さんは母として悠仁君を守るために自ら行動を起こされていたと。1年生の2学期末の保護者会のことです。担任の先生の話が終わると紀子さんが挙手されて、このクラスにいじめられているとか仲間外れの子供がいるようですけど問題があるんではないでしょうかといった発言をされたそうですと。問題があるのはあんたやけどね。この時は決して悠仁君がと個人名は出されなかったようですが、紀子さんの口からいじめという言葉が出て、集まった保護者たちは騒然となったようですと。仲間外れというか単純に友達できなかったんだと思います。友達できなかったのをいじめって言ってしまう、この過保護っぷり。そんなこと言われるから友達できないんですよ。友達になってちょっとでも悠仁君が嫌な思いしたらどんな仕打ちを受けるか、それは近づかないですよ。しかも紀子さんは保護者会が終わってからも担任の先生と改めてお話しされていたみたいなんですと。そこでは悠仁が嫌な思いをしてるようなんですが、なんとしていただけますかと。あんたやて、なんとするのはと名前を出して抗議されたと言いますと。悠仁君友達なんているのって根本的な問題がありますけども、まあ、こんな話が出てるんです。ニュースポスト7、一緒に東大進学は難しい現実と。悠仁君の進学先東京大学への推薦入学へのハードルは下がっても、ご友人との関係継続大問題に。友達できなかった悠仁君ですけど、まあ、誰かスカウトされたんですかね。そんなスカウトのご褒美でしょうか。将来の天皇である悠仁君にとって幼い頃から大学まで寄り添い、気の許せる語学友の存在はこれからの将来をかけても不可欠であると。しかし、ジャムニズ附属小学校ではできなかったっぽいです。中学校もポツンと一人でいたという話もありますし、関係料職員さんとやってて、負けたら発狂するんですよ。すごい負けず嫌いに、勝ち負けによくこだわると。職員さん、気の毒ですよね。東大まで出て官僚にやっとなりました。秋篠宮配属になりました。騙されたんでしょう。で、これは栄転ですわみたいに言われたんじゃないですか。私のただの妄想ですけど。で、行った先に何が待ってました。勘が置いてある。これ何やと。勘経理をしなければいけない。なんで子供の勘経理に付き合わないといけないんですか。これは騙されましたね。それやめたくなりますよ。ところが最高峰の国立大に進学するとなれば、語学友について難しい舵取りを迫られることになる。連れていくってことにやりかねないですよね。付け格問題ですか。東京大学には2つのメインキャンパスがあると。赤門や安田講堂が有名な本郷キャンパスと、主に大学 1,2 年生が学ぶ駒場キャンパスである。駒場の方が改修されてたんでしたっけ。駒場キャンパスの正門をくぐると正面に石造りの五連アーチが印象的な1号館と呼ばれる時計台がある。1933年に完成し、国の有形文化財にも指定されている建造物であると。しかし現在その1号館は立ち入りが制限され、一部は工事用フェンスやカラーコーンに囲まれていると。この8月上旬から内外装の改修などの工事が始まったのである。工事が開始されてしまったですね。工事が終わるのは来年3月末、新入生はリフレッシュしたキャンパスの象徴に迎えられることになると。改修工事がしっかり走っているということで、受け入れ準備なのかなって思っちゃうよね。8月25日、京都で国際昆虫学会議の開会式が開催され、秋篠宮ご夫妻と悠仁君が出席されましたと。秋篠宮ご夫妻は公務として、一方の悠仁君は主催者側から個別に招待されての私的な参加という扱いでしたと。そのため悠仁君は開会式を客席からご覧になりました。テレ東さんいろいろ報道してましたけども、秋篠宮さんはカメムシ食ったとか、ヤゴ食ったとか、ヤゴはトンボの幼虫ですよ。トンボの研究成果が発表されている悠仁君の横で、
ヤゴ食ったのもトラウマですよ。どういうことですか。スーツにレジメンタル隊姿の久人君は一般参加者の席の前方で関係者に挨拶されそのまま着席と、開会式が始まると秋篠宮さんが壇上で挨拶される様子を見上げられたと。久人君はこの時どう思われてるんでしょうね。会場では久人君が国立科学博物館の研究者らと共同で取り組んできた皇居のトンボの生態についてのポスター展示も行われました。開会式前には秋篠宮ご夫妻も交えて関係者と昼食を取りながら懇談し、開会式後も各校の研究者とディスカッションされたそうですと。ディスカッション全然してなかったじゃないですか。ナイスとミーチュー言うて終わりじゃないですか。何がディスカッションなんですか。ちょっと盛りすぎんじゃない。ただ単に挨拶始めましてしただけですよね。米会話の処方の処方をやってるのにペラペラネイティブレベルって言ってるのと一緒ですよ。そんなわけないじゃないですか。これを実績にして東京大学行きましょう。だから忖度って言われるんですよ。こんな能力ないにもかかわらず、まるで政党に入ったかのように振る舞うからダメなんですよ。筑波大学附属高校のそうだったじゃないですか。定型校進学制度において一般受験を受けるふりして行ってるじゃないですか。何ですかあの受験は。政党に入りましたみたいな。あれは誰もごまかされないですよ。そんなするからダメなんですよ。それなら特別扱い行きなさいよ。久人君は普通の高校生では到底経験できない貴重な時間を過ごされたようだと。ある意味筑波大学附属高校でも名誉高校生になられてるんじゃないですか。そういうポジションですよ。名誉高校3年生、名誉受験生ですよ。その久人君は9月6日に18歳の誕生日を迎えられると。注目されるのは現在筑波大学附属高校3年の久人君の進学先、本命視されているのは東京大学。東大には昆虫や自然環境について学ぶ自然史を志されている久人君にふさわしい農学部があると。しかしトンボの研究者はいられない。その瞬間に私は思いましたね。あ、この子はトンボを追い回してるんじゃなくて東大を追い回してるんだな。赤も裏もにする気かと。進学には課外活動の実績など元に合否を決める学校推薦型選抜を利用されるともっぱらだと。研究成果やコンテストなどでの活動実績といった条件は久人君の場合、学術誌にも掲載されたトンボ論文で十分に満たされますって書いてあるんですよ。その上ね、トンボの研究成果を発表した昆虫学会議にもご本人が参加されましたと。ね、いやいや、本人が参加されてないでしょうが。ただ開会式出てきてトンボ帰りしたでしょ。早かったですね。秒で帰ってきましたからね。せめて次の日あるんですから、清さんに挨拶でもして帰ったらよかったのにね。面識あるんですか、本当に。皇族の務めとして特別に招待されたんではなく、昆虫研究のエクスパートとして学会に赴かれたということです。この実績は選考にあたって大きなアピールポイントになることは間違いありませんって大学受験業界関係者が言ってるんですね。昆虫研究のエクスパートですよ。楽な商売ですね。ナイスミーチュー言っといたら昆虫研究のエキスパートなんですって名乗るんですよ。すごいですね。だから叩かれるんですよ。おかしいじゃないですか。大学入学共通テストで8割以上の得点が目安との条件も、6月末に東大が開催したオンライン説明会で、あくまでも目安で必ずしもそれが達成できていないからといって 100% 落ちるわけではありませんとしきりに強調されていたため、ハードルはぐっと下がりましたと。ご友人との関係が継続できないと。昨年9月、久人君は筑波校の文化祭に参加されました。そこではクラスメートから、いい君は港区男子だねと、微笑ましくいじられる姿もあったと。どちらかといえば、裏口系男子ですかね。今年4月には、所属するバドミントン部の試合に他のメンバーと出場し、汗を流された。まあ、結果が残念ながら、ボロ負けでしたけども。久人君のご友人関係は将来の天皇というお立場からも重要であると。天皇は個人的な考えを公言できないお立場だからこそ腹を割って話せるご友人の存在は必要不可欠ですと。上皇様も天皇陛下も初等から、学習院に通われたことで、かけがえのない生涯の友を得られましたと。上皇様の場合、学習院初等から大学までご一緒だった元共同通信記者の橋本明さんは、天皇のスポークスマンを辞任し、上皇様の人間的な一面を伝えることに取り組んでいったと。この橋本明さん、上皇様にボーンって突き飛ばされてます。突き飛ばしというのは暴力ですからね。ええ加減にしろよっていう感じだったんでしょう。なかなか気性が荒いなと思いますけども。プライベート漏らしすぎたんでしたっけね。それで怒られたみたいな話だったと思うんですけど。同様に、上皇様の学習院初等科以来の親友である明石さんは、2016年8月に上皇様が退位をめぐるお気持ちを表明された時に、その直前に上皇様からの電話で、
天皇は務めは果たせる人間がやるべきもので、上位は合理的な考え方だと思う。将来を含めて可能な制度にしてほしいと。公共的な体の制度を望む方針を打ち明けられていますよと。いやダメでしょ、そこは反対してあげないと。上位なんて伝統破壊そのものじゃないですか。うん、生前退位は良くないですね。生前退位が成立してしまうんだったら、もう別に女性天皇にしてもいいんじゃないですかって思うんですけどね。で、悠仁くんであると。津久高にはお茶の水女子大学附属中からの同級生が悠仁くんと一緒に進学していると。できることなら一緒に大学に進学したいでしょうと。いや、本当にいるんですか？まあ、いるとしましょう。津久高にはお茶の水女子大学附属中からの同級生が悠仁くんと一緒に進学している。ということは、もしかして、定型校進学制度に進学しました。若干名の合格者いるっぽいですけども、助さん格さんなんですかね。こいつ、こいつって、この子らも一緒に合格させんの？ずるいでしょ？できることなら一緒の大学に進学したいでしょうと。いやいやいや。水戸黄門じゃないんですから、ずっと。おもりをしなくていいでしょ？どちらかといえば。もんどころ突きつけられる側ですけどね。このもんどころが目に入るのかっていうの。しかし、親しいご友人だからといって、悠仁くんと同じように学校推薦を受けて一緒に東大へと習うものなら、ご本人は愚か周囲にまで特別扱いが及ぶのかという指摘は免れません。となれば、この推薦を受けずに東大を目指す生徒は一般入試を受けなければならないと。名門の津久保の生徒にとっても一般入試への東大は狭きもんですから、悠仁くんと親しい語学友が一緒に進学できる保証はありませんと。そりゃそうでしょう。一緒に進学させようとしてるんですかこれ。ずるいですね。実際、怪しいですよね。中学校からの同級生がって。これは知らなかったです。もし、定型校進学制度入れてたら、大学にも同じ手段使う可能性はゼロじゃないんですよね。これ怪しいですよね。せっかく培われたご友人との関係が継続できない可能性があるというのは、悠仁くんにとっては大問題でしょう。悠仁くんは友達がかなり作りにくいって思います。浮きすぎて、紀子さんが怒鳴り込むというか、さっき言ったように、学校にちゃんとしろと、ね、メールを下すと、ただでさえ近寄りたくないですから、結構ハードル高いですよ。変なものに巻き込まれる可能性が高いですからね。それで、助さん、格さんが選ばれたのかもしれませんけども、その語学友を一緒に通したいのは、まあ、もしかしたらあるかもしれません。二人とも、筑波にどういう手段を使ったら入れたのか知れません。定型更新が制度かもしれませんけども、もし同じような手段使ったらそれはちょっとなしでしょうと思いましたけど、どうなんでしょうね。まあ、というわけで、そんなずるい手段は使わないでいただきたい。まあ、そして、ご友人にまで特別扱いが及ぶのかという指摘は、まあ、当然ながら免れないでしょうね。以上です。それでは皆様ご一緒に近しさお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、さよなら、バイバイ。